お願いします。さあ、そのそれぞれね、本当に全く違って6人に個性がございましたけども、この告白が終わった段階で何でしょうか。投票も終了となります。となりました皆様。さあ、ここまでですね、5ヶ月間の投票がございまして、皆様の1票が果たして誰に入ったのかということでございます。皆様投票ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの集計が終わった時間で、各候補者、集計の最中ですね、各候補者から1分間のスピーチをしていただきます。はい、はい、それでは皆さんじっくり聞いてあげてください。はい、さあそれではね、順にエントリーナンバー1番の岸本君から皆さんにね、メッセージをお願いいたします。はい、4月下旬にミスターの候補者が決まって、7月からずっと活動を続けてきましたけど、まあ、ついに今日この日をもって終わってしまうと本当に寂しいというか、まあ、嬉しい気持ちの方が大きいですけど、まあ、寂しい気持ちもあります。活動中はですね、自分がその一人の候補だという意識があまりなくて、自覚が弱かったんですけど、こうして大勢のたくさんの、ね、大勢のお客さんの前にいると本当に、なんというか今までやってきたんだなっていうのを改めて感じます。もう投票が終わってしまったんですけど、この後の結果も気にせずに、みんなで、おかしく楽しくやってきたことを思い出して、最後まで頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では次にエントリーナンバー2番、上神弘樹くんお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとう。坊主に優勝したら坊主にするという声を掲げて7月1日から始めてきたわけなんですけれども、まあ、一応坊主を期待してくれる方もたくさんいらっしゃると思いまして、一応このコンテスト終わったらとりあえず坊主にしようかなと思っております。まあそうですね、まあ、そんな嬉しい知らせと、あとは本当に今まで僕に関わっていただいた、まあまあ、同期だったり先輩だったり後輩だったり、本当に皆様には感謝をしてもしきれないぐらいです。本当に、はい、そうですね、今日来ていただいた方々と、あと候補者と、あと運営の皆さん、本当にありがとうございました今まで。はい、ありがとうございました。感謝の気持ちがこもってました。さあそれでは参りましょう。続いてはエントリーナンバー3番、渡部君です。お願いします。今日はこんなたくさんのお客様に集まっていただき本当にありがとうございます。4月の面接でこの6人のファイナリストが決まってから、その面接で、自分の座右の銘っていうのそういうのがあったんですけど、それ初志貫徹っていうのがすごい臭いんですけど、それを元に2つくらい話したと思います。1つ目は面接の時に、僕ミスターの活動を通していろんな交友関係とか広がっていっちゃうと思うんですけども、広がってっていうのはそれもいいんですけど、始まる前に応募することを応援してくれた友達とか近くの友達を終わっても大切にしようと思いました。それからもう一つ、面接でキャッチコピーを考えてきてくださいって言われたんですけど、それ僕が言ったのは陰キャラから陽キャラへいうキャッチコピーを書きました。まあ、答えは、まあ、陰キャラのまんまだかなと思って、まあ、なかなかキャラを変えるのは難しいと思うんですけど、ミスターの活動の中でテレビに出させていただいたりとか、私の取材を受けさせていただいたりとか、そういう時に、自分の意見をしっかり言えるようになったというのは成長できたと思います。支えてくださった皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは次にエントリーナンバー4番、寒い中ありがとうございます。約半年間この6人で紆余曲折ありながらも頑張ってきたわけなんですけども、今日で終わりと思うと寂しい限りですね。今まで支えてくれたなんか友達のみんな、わざわざ大阪から見に来てくれてる家族とか、みちゃん前で応援してくれてるサークルのみんなとか、このミスター KO 2013に関わった全ての皆さんに感謝しております。本当にありがとうございました。はい、さあそして参りましょう。続いてはエントリーナンバー5番、桑山くんです。お願いします。本日はお集まりいただきまして本当にありがとうございました。僕は4月にこの候補者に選んでいただいて、
嬉しい反面すごく不安でいっぱいでした。このコンテストに自分が出て大丈夫なのかなってすごく思ってたんですけれども、その活動を通してずっと応援してくれた家族や友達のみんなやツイッターでメッセージをくれる方々のおかげで、自分は自分らしく最後までやり遂げればいいんだっていう思いに変わっていきました。またこのコンテストを通して運営のみんなや撮影のスタッフの皆さん、そして他の大学のミス・ミスターのみんなに出会えたことが本当に僕の財産だと思っています。小さい頃からずっと憧れてきたこの慶応義塾大学で、このようなコンテストに出られて本当に良かったです。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後、エントリーナンバー6番、星城さん、お願いいたします。本日は、お集まりいただきありがとうございます。ありがとう。横のやつらが言ってくれたように、結構周りの人たちに支えられた感じなんだな俺はみたいな気づきました。で、なんか例えば俺海の家やってて、あと田村二郎研究会とか、僕はなんかいろいろミスターで出会ったやつらとか、あと今まで一緒にいたやつらとかと、なんかルイならなれるよとか、やっちゃやっちゃやとか、なんかそいつらの声とか聞いててすげえなんか期待に応えられるかすごい不安で、で自分の話するとなんか一緒に飲んでたやつが LINE でなんか俺らが応援してんだから1位になんだよみたいな、バカ野郎みたいな、なんか口は汚いですけど、なんかそいつらしい応援で俺はなんか心に響いて、はい、終わりです。はい、ありがとうございました、ね。はい、というわけで以上6名の、1分間スピーチが終わってしまいました、皆さんの、応援している方もちょっとぐっと、来るような感謝の気持ちですとか、6人の熱い思いが、皆様に伝わったんじゃないでしょうかということで、さあ6人のスピーチが終わりましたところで。